はい、こんにちは、スカツです。ということでね、今日もやっていきましょう。いやー、今回ね、今度ね、するバーのイベントについてね、話そうかと思うんですけど、ま、あ、第3回ですよ。第1回は、2月の27日土曜日にやって、 で、2回目は4月の17日の土曜日にやったんですね。で、その間にね、まあ、いろんなことがあって、コロナもあって、第3回がなかなかできなかったんだけど、今度、12月の5日、日曜日に、第3回のバーのイベントやろうと思います。これは大阪のね、エデン南波っていうバーがあるんですよ。南波駅から徒歩5分、めっちゃ近い、雑居ビルのね、5階にある店なんですけど、そこで、 僕が一日店長になるわけですね。カウンターの奥にいて、で、お客さん来たら本の話したいとかね。お酒提供するのは僕じゃなくて、まあ、お店の人が一人いて、あとお手伝いさんのね、ゆうたくんっていう若い男の子もいるんで、まあ、三人いるんですけど、で、僕が主に人と喋る係ですよ。そういうリアルイベントっていうかね、を開催しようと思っております。 これは12月の5日の日曜日の15時から23時までやってます。今回かなりね、時間多いですよ。前16時から20時とか、そんなんだったんですけど、今回15時23時なんでね、時間は多いですよ。以前ツイッターとかでね、ちょっと言ったことあるんだけど、今回のイベントのことをね。まあ、動画でもちょっと言ったりもしてんだけど、ちょっと変更点があって、終わりの時間がね、 以前は20時までって言ってたんですけど、23時まで延長しました。で、なんでかっていうと、このね、期間で、大阪でのね、バーの時短要請ってあったんですけど、それが解除されたみたいで、よく飲食店がね、8時とかで終わるとかありますけど、あれがなくなって23時まで行けるようになったみたいですね。だから今回12月5日は23時まで行きます。だから15時23時の間、もういつでも来てください。その間だったら、いつでももう来て。 ね、1時間とか2時間とか、ね、お酒飲んだりして、ね、いろいろ僕と喋ったりとか、周りのお客さんと喋ったりとか、するっていうイベントですね。まあ、前回のね、バーイベントもそうでしたが、僕は100冊本を持っていくつもりですよ。50冊、 本をとりあえずキャリーバッグに入れて持ってきて、現地調達ね。ナンバーにブックオフって3件ぐらいあって、全部いけるかわかんないけど、いける限り行って、そこで50冊本買えたらいいなとは思ってんだけどね。だから100冊ぐらいは持ってくると思うんですよね。バーカウンターの上に本がバーッと積み重なって、この本面白いよとかって進めたりとか、まあ、前のイベントとかでもずっとね本読んでる人いましたよ。 その人はずっと本読んでて、で、お酒飲みながら、そういう人もいました。 まあ、いろんな人います。前回は、お客さんね、20人以上ぐらい来てくれて、時間の中でね、いろいろ喋ったりとかしたんだけど、まあ、今回、時間の範囲が広いから、もっと人来てくれたら嬉しいなとは思ってます。日曜日だからね、都合がつきやすいかなっていう感じもするんだよね。前ね、土曜日で、土曜日土曜日で開催してたんで、コメントとかで、日曜日に開催してくれっていうね、コメントあったんですよ。だからま、日曜日にしようと思って、今回日曜日にしました。あと料金ね、料 喋ってなかったわ。料金は、チャージが500円ね。席料ですよ。席料500円、飲み物一杯500円から700円。 ま、最低500円ぐらいなんで、お店の人から、まあ、1時間に一杯ぐらいは注文してくれと言われていますから、席料500円でしょ。500円はずっと変わらないんで、1時間いたら、500円プラス500円で1000円でしょ。で、2時間いようと思ったら、1500円ぐらい。3時間いたら2000円ぐらいですけど、2000円あったらね、2時間とか3時間とか、まあ、喋っていいと思いますんで、まあ、そこでいろいろね、お話できたらいいなと思ってますね。あと、お酒の提供もありですよ。お酒の提供 今日も、OK、になったらしいんだよねね最近ねだからお酒提供ありノンアルコールもあるので未成年の方も来ても良いと店の人から言われておりますあとお酒もいろんな種類あるから飲みたい人はどんどん飲んじゃっていいんですよその分のお金かかるんでそこは自分でね あの、お財布と相談してくださいということです。あと、これはあれだけど、僕にプレゼントすることもできますよ。そのお酒をつかつ飲むって言って、いっぱいおごりっていう形ですけど、僕がいただくっていう形で注文することもできますんでね。まあ、これは別に強制ではないので、全然お前にやる酒はねえって思ったら別にしなくていいんでね。はい。最近僕めちゃくちゃ本読めてるんで、本の話超できると思うよ、僕はね。 で、まあ、もちろん皆さんにね、最近どんな本読まれたんですかとか言って、聞いて回るとかね。そういうのをしたいと思ってますね。あとね、ゆうたくんっていうね、お手伝いの人がいるんだけど、その子も多分本をね、持ってきてくれると思うんだよね。まあ、前回、前々回もお手伝いしてくれて、結構かっこいいイケメンの子ですよ。僕より若い子ですけど、その子も本読んで、結構ね、癖のあるって言ったら怒られるけど、いい本読んでるらしいので、で、それを持ってきてくれるかなと思っておりますね。はい。まあ何か ね、わからないことあったら、まあ、コメントとか、あと僕のツイッターのねダイレクトメールとかしてもらって、なんか質問とかどんどんしてくれたらいいと思います。もう僕ね結構フレンドリーにねお答えしますんで、僕はもうフレンドな人間になりたいもんですから、頑張ってやろうと思ってますね。はい。あとねこれ最後に言いますけど。 このバーのイベントね、やっぱ定期的にしたいんですよね、これからもね。まあ僕の勝手なスケジュールとしては、まだ店の人と相談してないから、勝手なあれですけど、まあ、1月末とか、あと3月末ぐらいに、 やりたいんですよ。今回12月の頭、1月末、3月末ね、1ヶ月半に1回ぐらいね、は、バーイベントやりたいんですけど、今後、まあコロナのね、関係だとか、まあいろいろどうなるかわかんないんで、これは勝手に僕が言ってるだけということですよ。でもやっぱり定期的にはやりたいね。あと、ブックオフオフ会とかもね、やりたいなって思ってるし、なんかオンライン読書会とかできたらいいなとは思うんだけどね、僕の中でね。最近読書欲がね、めっちゃ湧いててね、図書館にめっちゃ 通ってんですよ僕で本もね1日1冊ぐらいのペースで読めてたりするんでいや今来てんのよ僕の中で読書ブーム再来してんのよ。 皆さんもなんか本ね、一冊とか二冊が持ってきて、最近これに俺ハマってんだよとか、この本面白いよとか、言ってくれたらね、嬉しいなと思いますね。本があるとやっぱりね、手に取って裏とか読んだりとかできるから、僕は100冊持ってくるけど、100冊は別に持ってこなくていいけど、一冊二冊ぐらいあったらね、話のネタとして盛り上がるんじゃないかと思うんでね。まあ皆さんもぜひね、本が好きな人は、 このイベント参加してもらえたらと思っておりますね。はい。お店の住所は下のところに書いてます。概要欄にお店の住所書いてるし、あと僕のツイッターにも書いてます。そのツイッターからそのお店のツイッターのアカウントに飛ぶこともできるんで、面白い店だと思ってますから。僕もね、ちょっとこれからもね、そうお店に行こうかと思ったりもするんですけどね。まあそんな感じかな。皆さんとね。 本の話とか、別にそれ以外の話でも全然いいんですけど、できたらいいなと思ってますんでね、どうぞよろしくお願いします。まあ、今回はね、そんなところです。高評価、コメント、チャンネル登録ね、どうぞよろしくお願いします。ではうこスカチャでした。バイバイ。